一緒に楽しんで歌ってください。お願いします。Everyone.
陽光台ママゴスペルサークルのナルハーモニーといいます。今日はちょっと短い時間ですけども一緒にゴスペル楽しんでいただいてありがとうございます。まだあともう一曲あるんですけども、ちょっと私たちナナイロハーモニーのご紹介させていただきます。私たちは子供を連れて歌を歌いたい、ハーモニーを楽しみたいという子供たちのサークルです。見ていただけますようにお腹の大きいママや、今日はちょっと体調崩したりしてないんですけど、赤ちゃんを連れたママ、あとは小幼稚園小学生のママ、もっと大きい大学生や社会人のママ、いろんな世代のママとママで一緒に歌っています。どんな世代の方でも、ママではなくてもどなたでも大歓迎ですので、ぜひ一緒に私たちと今みたいに体を大きく動かして楽しく歌っていただきたいなと思っていますので、普段月に2回ですね、4丁目の自治会館、陽光台4丁目自治会館で、練習午前中にしています。ブログホームページもありますので、ひらがなで七色ハーモニーと検索していただけると、私たちの普段の活動の様子ご覧にいただけますので、ぜひちょっと見て、ぜひレッスン会場にも足を運びください。ではまだこの後も一緒に楽しんでください。ありがとうございます。では最後の曲は皆さんもよくご存知の歌だと思いますが、アメージンググレース、4拍子のアメージンググレースを歌い上げたいと思います。どうぞお聴きください。
しておりますので、この T シャツ着てるものに声かけていただけたら、詳しいお知らせご案内渡しできますので、どうぞお声かけください。今日ピアノ渋井さん、今日の楽器カホンですね、せいやくんでした。ありがとうございました。